ルイ8世と王妃ブランシュの大観ブランシュとカスティーユはフランス王ルイ8世の王妃カスティーリアをアルフォンソ8世と王妃レオロールの三女としてパレンシアで生まれたスペイン名ではブランカデカスティーリア結婚後からルイ8世の外交にも関与し1226年に12歳で即位した息子ルイ9世の摂政として長きにわたり フランスの政治に影響を及ぼした。1200年、フランス王フィリップ2世とイングランド王ジョンの間に和平が結ばれると、ブランシュの自史、裏方、フランス王大使類との婚約が提案された。二人の祖母であるイングランド王大号アリエノールダキテーヌは、二人にこの婚約話を知らせに、カスティーレを訪れ、ブランシュの資質がフランス王妃に向いていると判断した。 遺説では、裏賀がフランス語にない名前のため、宮廷の銀遊詩人らのからかいの的になると、いけないからと、ブランシュが選ばれたという話もある。1200年春に、ブランシュはフランスへ行き、5月に条約が最終的に結ばれた。ジョン王は、名と共に、王領として保持していたベリーのイスーダンと暮らせ、およびシャトール領主、アンドレド・ショビニーを引き渡した。その翌日に、 フランス領ではなく、ジョンの領土であるセーヌ川ウガンのポールモールで、結婚式が行われた。ブランシュはやがて祖母、アリエノール、母レオノールと同じように政治に影響を及ぼすようになる。1216年、ルイオ大使は、イングランド王ジョンが死亡すると、ブランシュの持つイングランド王位継承権を根拠に、イングランドへ侵攻した。ルイ王太子の父フィリップ2世はルイへの援助を拒否した、ため、 ブランシュ一人だけが彼の味方だった。ブランシュは自ら華麗で二つの艦隊を指揮したが、彼女の努力はすべて水砲に返した。あとわずかで即位できるところまで信王ヘンリー三世を追い詰めながら、猛反撃を受けて撤退を余儀なくされたからであった。このことで明らかなように、強烈な意志を持ったブランシュが穏やかな性格の類を支配していたのである。1226年に、 ルイ8世が創生すると、ブランシュは12人もしくは13人の子供たちの保護者となり、12歳で即位したルイ9世の接生となった。当時カペー家の領土が、フランス王国の広範囲を占めるプランタジネット家の領土に飲み込まれそうな状況にあり、国内の貴族たちにも不穏な空気が流れていた。ブランシュは古軍奮闘し、1226年にの、暴風のイボテ フィリップ・ユルプルら反逆貴族たちを撃破し、1230年に侵入したヘンリー三世を追い払った。またこの頃、シャンパーニュ・ハクティボー四世が彼女に捧げた情熱的な死のために、ブランシュは、不死だらと中傷され、パリ滞在中の強行特使、サンタンジェロス・ウキキョロマーノ・ボナベンチュラが登竜を延長する羽目になった。ブランシュは、アルビジョア十字軍を継続し、 諸侯の反乱を抑え、巧みな外交術で味方に引き入れ、反対派の貴族を崩壊させた。ルイ9世は常に母ブランシュに自身の王国の舵取りを託しっぱなしであった。1229年にプロバンスハクレモンベランジェ4世の長女マルグリットと結婚し、申請を始めてからも、ルイ9世は母の影響の下から脱することはなかった。1248年、 瑠璃九世が諸藩の反対を押し切って第七回十字軍に加わり遠征に出ると再びブランシュは摂政となった。1252年、ブランシュはムランで病に倒れパリへ連れて行かれたが数日後に死去した。遺体はモービュスソン修道院に葬られた。ありがとうございます。